はい。それでは今回もやっていきましょう。流体 CG 入門の遺留項として、今回はハイブリッド法と輸送性というものについて扱っていきます。えーまあ、何回も異流項に関する話はやってるんですけど、まあ、特に遺留項っていうのが、えー、流体の計算をする上で難しい部分になります。でそれなぜかというと、まあ、基本的にまあこの格子法に関する話です。遺留項というのはこの格子法 まあ、いわゆるメッシュですね。メッシュで、えー、流体空間を区切って、それで計算するという手法において、まあ、出てくる項になります。なので、まあ、こういった別の手法である粒子法には、異流項はないんですけど、ただまあ、この格子法の方は研究も多くて、で、まあ、精度も出せる。現状では精度が出せるっていうことがわかっているので、まあ、今回はこの格子法について扱っていきます。 で、このまあ、公式法において一番難しいのがやっぱりこの遺留項であるというところで、この遺留項の研究がたくさんされているわけですね。で、それでもまだめちゃくちゃ精度がいい方法っていうのは分かってなくて、その中でも、ま、今回、手法として、ま、かなりいい手法であると言われているのはこのハイブリッド法になります。で、それについてちょっと詳しく説明していきたいと思います。で、その前に、ま、輸送性というのを理解しておく必要があります。 ハイブリッド法は輸送性を、まあ、輸送性を基準としてうまく調節して精度を出す手法になってきます。で輸送性とはじゃあ何かというと、輸送性というのは遺流と拡散のどっちの影響が大きいかの指標というものになります。まあ、ちょっとまあ厳密な定義ではないですけど、こんなイメージ。遺、まあ、流と拡散のバランスをとっているということを理解してもらうといいかなと思います。 それまあ輸送性だけだとちょっと分かりにくいと思うんでこの輸送性を調べる無次元数としてペクレス数というのがありますこれの式を見るとすごい分かりやすいと思いますペクレス数は拡散輸送速度を拡散輸送速度が分母で分子が遺留輸送速度ということで遺留と拡散の比になっているということがわかると思います なので、まあ、輸送性というのは先ほど言ったように、遺留と拡散のどっちの影響が大きいか。つまり、えー、ペクレ数がすごく大きいということは、遺留の影響が大きい。ペクレ数がすごく小さいということは、拡散の影響が大きいということが分かれているというわけですねで。実際の計算の、えー、式はこっちになっていて、まあ、上に代表長さと流速。で、下に拡散数。まあ、つまり、拡散数っていうのは、え実際の流体計算において、まあ、同年度。 えこの式ですナビエ・ストークスでいうこのこの拡散項の中のこの係数の部分になるのでまあいわゆる同粘度ですねに当たる部分になりますなのでまあ下が粘土あては分,分母が粘土で分子が速度ぐらいのイメージで持っておくといいかなと思いますで要はこれを見ることによってまあ遺と拡散どっちを重点的に対処しなきゃいけないのっていうことが分かってくるわけですね で、まあ、この時一番怖いのが、この遺留が大きい場合です。はじめに言ったように、ま、遺留の計算すごく難しいので、遺留の影響が大きいとなってくるとかなり対処しないといけなくなってくるわけですね。で、そこで出てくるのが、ハイブリッド法になります。ハイブリッド法の、まあ、えー、まあ、説明、まず理解してもらうのがいいんですけど、中心差分の精度の良さ、アーチェント、アート、 風上差分の安定性をいい,い,いとこ取りの手法と思ってください、えーまあ、この中心差分風上差分を忘れてしまった人のためにちょっと先に説明しておきます中心差分何かというと流れに関係なく周りの2点から今の点を計算するという手法になります要はこの自分の今の点の数値を取りたいってなった時に この左の点と右の点から計算するというのが、まあ、中心差分ですね。まあ、一番セオリーな、まあ、一番単純ですね。セオリーではないかな。一番単純な手法で、まあ、これで二次精度出るということは分かっています。で、一方で振動が大きい。この二点をちょっと覚えておいてほしいところなんですけど、中心差分だと、まあ、た、えー、理論的にはすごく分かりやすいながら、ちゃんと精度が出ますよと。 ただ、振動が大きいという、まあ、めちゃくちゃ問題である、その、何ですかね、問題があると。なので、あんまり中心差分で計算するってことはそんなにないと思ってください。で、一方で、もう一つが風上差分というものになります。風上側の値を使って差分を行うという手法です。このように右側に流れが流れている場合は、こっちの左の、要は風上側の点を取ると。 左側に流れている場合は、えー、右側の点要は風上側の点を取って保管を行うという手法になりますで、えー、こ,のこれ一時精度になってしまってるという問題がありまして要は精度が下がってるんですねただ一方で、えーまあえーまあ、誤差が一応出てくるんですけどさっきその一時精度なので、まあ、ここに誤差が出てくるとでこれが拡散効代わりになって振動を抑えてくれる、えー、要は 精度は落ちるんだけど安定化するよねっていうような手法になりますなのでまあそれぞれの特徴としてまあ真逆の性質を持っているということが分かると思います風上差分は精度が低いけどこっちは安定していますよと要は粘性代わりになっているので人工粘性代わりになって振動が収まっている安定しやすい手法になっているとでその2つのいいとこ取りする手法がハイブリッド法ですね 中心性差分の精度の良さと、風上差分の安定性の良さのいいところりの手法ですね。で、その結果、常に輸送性を持つ、えー、妥当な回で安定すると。要はこれが精度が高いということですね。風上差分だけだと精度が高くなかったんだけど、中心差分をところどころ使うことによって精度が上がりますよね、と。で、安定に関しては風上差分を使うことで、まあ、中心差分だけだとすごい不安定だったのが、えー、うまく安定しますよね、っていうのを。 それがハイブリッド法になります。で、あ,あ、そうですね、ここですか。で、えー、ハイブリッド法、まあ、基準として、えー、ペクレス、さっき言ったペクレス使います。これですね。えー、分子が遺留輸送速度で、えー、分母は拡散輸送速度になります。で、ペクレスが二より小さいとき、まあ、これが式位置になってるんですけど、要はこれ、う、え、ん、ー、中心差分の、えー、まあ精度が急激、えー、と安定性が落ちる部分、 がこの2という数字になりますでこのペクレスが2以下、つまり何かというと、拡散の方が遺留に比べて影響が大きい場合は、中心差分。要は、拡散が影響が大きいので、遺留が小さい。だから、かなり安定した流れであるので、中心差分を使っても不安定になりにくいですよね、ということで、ペクレスが2より未満の場合は、精度をとるために中心差分を使いましょうと。で、一方で、ペクレスが2以下、 より大きい場合、まあ、2以上かな。の場合は風上差分を使いましょうと。こ,のこれはどういう時かというと、遺留庫が大きい場合、つまり流れがすごい速い場合ですね。まあ、イメージとしてもわかると思うんですけど、流れが速いってことはやっぱり不安定になりそうだと。そんな時は風上差分、いわゆる安定性をとるような手法を使いますというのはこのハイブリッド法になります。ということで、まあ、今回の一番のポイントとしては、 えー、この2つの中心差分精度が高い手法と安定性の高い型紙差分の、えー、うまく使い分けることによって、えー、精度と安定をバランス取った計算手法が使えますよというのがハイブリッド法でしたということで今回はハイブリッド法と輸送性についてお話ししましたちょっと輸送性についてもざっくりと振り返っておくと遺留、まあ、と格差のどっちの影響が大きいかの指標でしたね で、ま、遺留と拡散の比であるペクレ数というものは存在しますよと。で、このペクレ数を使って、えー、その2を式位置として、中心差分と風上差分を切り替える。それがハイブリッド法でした。はい、ということで今回はハイブリッド法という操作について説明しました。こういった感じで遺留法っていうのは、一つの手法に限らず、このように切り替えることによって、 精度と安定性をうまくコントロールすることができます。なので、まあえーまあ、一番いい式として遺留校に入れるのではなくて、えー、ところどころでその流れの速度に応じて精度が高く計算できそうなところは精度を高く計算して流れが速いところは、まあ、ちょっと安定性をとるみたいなことはこうやって自動でできてくると、まあえー、式が複雑じゃなくても 計算としては、すごく精度の高い手法になってくるというわけですね。で、今回このハイブリッド法について話しましたけど、もう少しレベルアップした手法として TVD スキームというのがあります。ちょっと難易度高,く高いので難しいかもしれないんですけど、それちょっと次回話していきたいと思いますので、ぜひ聞いていただければ幸いです。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。